初先発の木下です。早速起用に応えました。もうサビオのボールが全てじゃないですか。いいですかね、まあ、インスイングで、はい、まあ、本当に新潟の選手の、まあ、頭上を越えてくるゴールに向かってくるボールですけども、まあ、最後は木下が胸で押し込んだ形になりましたよね。まあ、このボールですよね。どうしようもないですね、新潟の選手からすると。素晴らしいボールがあって、中の入り方、はい、まあ、今日先発応えましたね、木下 ね。島村は左足がある。自分で縦に行ってクロスボールまで上げます。ここで90分試合終了のホイッスルです。